ドジャースタジアムにこの間出ていた大谷翔平選手に関する豆知識。日本語にやってるかな？大谷の高校の水泳コーチは、彼は水泳のオリンピック選手になれたんちゃうかな、知らんけど、と言った。が正解かな？大谷さんの高校の水泳部の先生は、大谷さんはオリンピックの水泳選手になれたよと言ってた、かな？花巻東高校の水泳部のコーチのことを彼と表現しているのかな？翔平さんが野球選手でなかったら、プロ水泳選手になっていたんか？助動詞の過去形やね。スポーツの才能ある人は何やってもいけるんだな。大谷水泳で全国狙えてたんだ。今の競泳陣にも野球で全国行きながら水泳も全国行けると言ってるやつおったな。大谷の水泳コーチにインタビューしたドキュメンタリーを見たことがある。大谷さんの水泳時代の映像は結構いろんな SNS で見られるぞ。高校生の時から背筋綺麗すぎるし、ボードに捕まって最後泳いでるの本当に可愛い。大谷さん水泳部より早かったという噂。前健こと前田健太選手が水泳の実力高いことで有名だけど、大谷選手もそんなに実力あったんだ。身長が高い人って水泳に長けている人多いような気がする。実際一流の選手は女の子でも170以上の人が大勢いる。大谷選手の肩の柔らかさがあればかなりいいストロークができそう。才能もさることながらフィジカルお化け、最強の半魚人に投入。今もそうだけど高校時代童顔なのにスポーツマンなのギャップあって好き。そう、彼が生き続ける限り伝説は増えていくのであった。大谷は高校生まで母親のポロシャツを私服にしていた。豆知識も英語で紹介してほしい。大谷は全種目本気になれば世界一狙える。大谷くんは何をやってもオリンピックでメダル狙えたんだろうな。数あるスポーツの中で野球が好きだっただけ。野球で WBC も狙えて、水泳でオリンピックも狙えてって最高じゃん。 Y なんか一つも狙えないのに。